はい、こんにちは、りょうずでございます。本日は楽器のお話をしたいと思います。あるね、有名なギター系の YouTuber の方がお話ししてて、ああ、まさにそれ俺も思ってたなーっていうところがあったので、今日は、その話をしたいと思うんですけれども、以前ですね、僕2019年版かなの、レスポールスタンダードという楽器の、まあ、レビューといいますか、試奏した後の感想みたいな話をしてるんですけど、僕はね、レスポールが大好きなんですよ。で、レスポールが大好きなんだけど、最近ライブハウスとかで見ていると、若い人たちでレスポール弾いてる人すごい少ないなというお話を今日はですね、していきたいなと思います。はい、僕はね、動画でも語った通り、エレキギターというものはね、基本はレスポールを基準にしていろいろ楽器を選んだりとかね、弾いたりしてるんですけど、まあここ4、5年ですかね、僕も結構いろんなライブハウスに、出演をさせていただいて、まあそうなるとやっぱり対バンというものがあってですね、まあ対バンのバンドの方々って、まあ大半はほとんど僕より年下の方がやっぱり多くて、まあ20代から、まあ、30代前半ぐらいですかね、の人が結構多いかなと思います。で、最近のそのバンドの方々でギタリスト当然いるわけですけど、ほとんどレスポールを弾いてる人って普通のライブハウスでやった時に見たことあるかな。年間10本以上ぐらいねライブやってたと思うんですけど、ほとんど見たことないんですよね。まあ、なので今日僕もねフェンダーのシャツ着てますけど、なんでレスポール弾きこんなに減っちゃったのかなっていうお話ですよ。まあいろいろね理由はあると思うんですけど、一番は今アドキの若い方が影響されて、かっこいいと思うような音楽をレスポールを弾いてる人がやってないってことですよね。ね、売れ線って言葉良くないけどね、まあでも売れてるね、ミュージシャンの人たちって今もうこそってシングルコイルですよね。特に、ジャズマスとかがすごい増えてきたと。で、僕、まあ、20年前ぐらいですかね、20年前ぐらいの楽器事情から考えると、ジャズマスターが流行るなんて考えられなかったんですよ。絶対にありえないことだと思ってましたから。だけど今はまあそういうのが増えてきた。まあ理由は一番はやっぱりこう今売れている、今かっこいいとされている人たち、そういうギタリストの方々が、やっぱり弾いてるものがね、こうフェンダー系の楽器だったりとか、あとはね、例えばキングヌーの常田さんとか、ちょっとビザールっぽいもの弾いてたりするじゃないですか。ビザールギターもね、90年代から2000年代じゃ弾いてる人なんてほぼいなかったはずなんだけど、でも絶対に増えましたよね、使ってるプレイヤーの方。やっぱり自分が憧れた人たちと同じ音を出したいっていう憧れで楽器選んでいくんで、今ねレスポールがなんで減ってるかっていうのは、その音色的な問題だったりだとか使い勝手の問題だったりとかっていうよりかは、絶対に今の音楽の事情にレスポールという楽器が合ってないっていうことですよね。で、なんでレスポールが合わなくなっちゃったかというと、僕は一番考えてるのはやっぱり音楽自体の多様性ですよね。こう今どんなポップスであろうが、日本、特に日本、まあ世界中そうかな、まあでも特に日本国内で流行ってる音楽ってすごくね、複雑な音楽が僕は多いと思うんですよ。コード進行も複雑だし、楽器の数は多くないけど、アレンジとかがすごく複雑で、簡単に言えばコピーするのが大変な曲多いじゃないですか。ゲスの極みとかね。ねえ、それこそ、いや、ヒゲダンとか、キングヌーとかだってコピーするの難しいと思いますよ。結構複雑というか、細かいフレーズが多いですよね。で、例えば、夜遊びの楽曲とかも、頭にピアノのメロディーみたいな、細かいメロディーが入ってるじゃないですか。ああいうのがね、始まったので、僕は、千本桜とかメルトとかの、ボカロ系の人たちが、ああいう、あと、ゴッドノーズとかかな。とか、ああいう系統の最初のイントロに、こうすごく印象的な細かいメロディーを入れたがるっていう癖が、あの辺ぐらいから始まってんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱね、こう複雑化してきてるし、多様化してきてるんですよ。一曲の中にポップスって枠なのに、ファンクも入ってる、ジャズも入ってるみたいな、ね、フュージョンも入ってるみたいな、そういう曲が増えてくると、どうしてもハンバッカーでタップすることもできないレスポールっていうのは、どうしてもね、やっぱ使いづらさがあるんだろうなっていうのは思うんですね。で、僕自身も自分でバンドを
に参加してやらせてもらってた時はやっぱりこうレスポールをメインで弾きたいんだけれどもどうしてもアームが必要とかあとはまあシングルコイルの音が必要とかっていうので、まあ、ストラトを弾く機会もやっぱり多かったんですよ。でそれはねやっぱこうやっぱねレスポールってロックギターなんですよね。ロックンロールをやるギターなんですよ。多様性を求められるとねレスポールは厳しいですよね。音として好きな音っていうのはみんなあるとしてもこういう音が出ないっていうところはあると思うんですよ。ただそれに関して言えばやっぱりストラトとかの方が守備範囲は広いんだろうなと。まあ、ジャズマスも P90 系のピックアップなんでそんなに僕は多様的な音が出るとはあんまり思ってないんですけど、まああれはスタイルなんですかね。まあ今時のそういう音楽を考えると、まあ、どうしてもやっぱシングルコイル系のギターになるんだろうなという思うわけです。でそれが別に悪いことだとも思いませんし、なんだろうななんか熱い意見があるわけではないんですけど、単純に感傷的な話で感情的な話で、単純に寂しいですね。レスポールがねレスポールをだから今このご時世にレスポールを、例えばジミー・ページとかザック・ワイルドみたいにこう低く構えてバリバリかっこいいロックフレーズを弾いてそれが音楽として日本国内で売れるっていう環境がないのがちょっと寂しいかなと思ってしまいますね。なんでしょう、老害になってきたんですかね。まあでもねレスポールって本当にいい楽器だと僕は思ってるんで、なんかねこうシーン自体がこう移り変わっていく中の一個今変換期にあると思うんで、こっからまた、ハンバッカー、まあ、特にレスポールですねという楽器を使ってすげえかっこいい音楽をやる、若手ミュージシャンみたいのがね出てくるのをすごい僕は期待しておりますね。出てこないかな、なかなか。まあ僕自身も最近あんまりロックをね聞かなくなってきてるのもあるんですけど、出てきてくれると嬉しいですね。便利なレスポールはね、あんまり僕はレスポールとしてかっこよくないと思う。僕も自身も使ってるレスポールにタップの、タップスイッチを入れてシングルコイルの音が出るようにっていう改造してること多いですけど、まあなんかちょっとね邪道な感じがしますよね。どうですかね、どうですか、おそらく僕より年上とか僕と同じぐらいの世代で今でもレスポールをバリバリ弾いて、ライブやってるぜっていう方もしいらっしゃったらですね、どう思うかいろいろねコメント入れていただきたいですね。2019のレスポールの話した時にすごくねコメントをたくさんいただいて非常に嬉しかったので、まあこれは本当に感情的なというか、解析でも何でもない本当、おしゃべりですけれども、まあいろいろねご意見いただければ嬉しいなと思います。はい、今日は、雑談ですね、レスポール使ってる人減ってんの寂しいな、ジャズマスが流行ってんのびっくり、ビザールが流行ってんのびっくりという、ギターのお話でございました。まあ本日はこの辺でありがとうございました。リョーズでした。